こんにちは、南雲時計店です。今日はちょっと感動した、感動というか、すごいなと思ったお話をしたいと思います。それは僕が SNS を見ていたら、誰かがローランドさんというあのホストで成功して、俺か俺以外かというこうので、こうなんていうのかな、すごく有名になったホストの方なんですけども、その方がカッコつけることについてちょっと書いてあったらしいんですね。そこ僕読んだんですけども、人が見てないところでカッコをつけられない人は、人が見てる前でなんかカッコつけられるわけがないということを言っていたそうです。だからまあ、なんていうのかな。僕は今ダイエットしようと思ってまして、やっぱり人が見てないところで努力をして、で、ちょっとシュッとかっこよくならなきゃなぁと、すごく思った次第です。何かこの、人が見てないところでかっこつけられなきゃ、人が見ているところでなんかかっこつけられないよという言葉に、ちょっといいなと思った方、共感してくれると嬉しいです。よろしくお願いします。